土橋君と修君が私が教員の時に学生で私の授業を受講していて、当時私が、住んでいた河内小坂にエイキムシングリンクの稽古場があるっていうんで、ちょっと見せてくださいと言って見に行ったと。それがまあ最初のみたいですね。その時はどういう印象を持たれましたか？うん、あのね、うちの専攻の学生たちの芝居の稽古とかは もちろん見てたんですけど、はい、それとは随分レベルが違うなと思ってちょっと感心したんですね。その前に、まあ、土橋君は学生ですごいレポートを書いていたので、あ、その 提出、まあ、そうそうそう、それでこいつはできるぞというふうに思ってたんですけどね。だからまあ芝居もちょっと見せて、稽古も見せてくれるって頼んだんだと思いますけどね。土橋さんと細見さんはどう思ってらっしゃったんですか？僕と多分細見さんもですけど、うん、あの違う学部やったんですよ。行ってもタイにならないっていう ないけど行ってたってことですね。最初に細見さんが、うん、あの潜入したんですよね。武井さんに。細見さんから面白いから土橋さん見た方がいいよって言われて、僕も行くようになったんですで、勝手にレポート書いて出したりとか、タイにもならないのにちょっと頭がおかしいかまあだからぐっとそのなんていうか、たくさんお話しするようになったのはやっぱりあのレトロスペクティブの「まあ、悲惨な戦争」って作品を上演させてもらった時以来かなとは思うんですけど。そうですね、あんまり私は人と付き合わないんですけどまあ僕は多分60本とか70本ぐらい今まで、はい、あの芝居の記憶は書いてるんですけどね、はい、で「悲惨な戦争」っていうのはその60本だか70本の中のワースト5ぐらいに入る作品だったんですよ。そうなんですか。だからその記憶が記憶なのでろくなもんにはならないだろうっていうふうには思って見に行ったら、これ大変なもんだったんで、はい、もうすごくもう ありがたいとも思ったし、それこそかなブログに書いたのかな、なんかひどい息子がなんかちゃんと育ててくれたなっていうだから感謝の気持ちがすごかったですね、やっぱり。ムーンギターはその悲惨な戦争を見に来ていただいた時の打ち上げで、うちの代表の松原が竹内さんに、僕はその瞬間いなかったんですけど、玉を書き下ろしてもらいましたあの軽いノリでお酒の席で恐れ多い、僕には言えない突っ込んでいかだったんですけど、竹内さんが書くよって言ってくださったって聞いて僕はびっくりしました。書いてくれって言われた時はどう？いやいや、だからさっきも言ったように、まあものすごく感謝でいっぱいの気持ちだったから、はい、それは何とか恩返ししたいなと思って、私でよければって言ってぜひ書かせていただきたいっていうふうになったんですよね。その心の隙をつかせていただきたいずっと書くときはやっぱりその俳優を当て書きじゃないですけど、そういうのはあったんですか？うん、いや、まあ人数だけ、女性が何人で、はい、男性が何人でって、はい、人数だけ聞いて、ずっと前、ずいぶん前からビム・ベンダースのアメリカの友人っていう映画をベースにしてなんか芝居を作りたいなと思っていて、でそれがまあいろんな事情でなかなか実現しないっていう経緯があって、でこれどうかなってその土橋君にこういうのどうって言ったら、それは面白そうじゃないですかっていうので、じゃあこれでいきましょうっていう。見た感想は、いや、これはね、面白かったですよ、これもね。僕は自分の記憶を人が演出したものであんま面白いと思ったことがないんですよ。ただそれ例外の2本ですよね、悲惨な戦争。ありがたい、本当に。僕自身が普段、まあ、記憶を書いたり演出しているときに、時事性みたいなことにちょっとこだわりすぎてるなって部分がやっぱりあって、もちろんムーンギターにもやっぱその中国残留孤児の方が出てきたりとか、やっぱその国際性豊かな作品なんで、そういう部分はあることにはあるんですけど、その
多分そういうなんか時事性とかアクチュアリティみたいなものを多分竹内さんは少年のところではどうでもいいと思って もっと大事なことがあるんだっていうふうに書いてある作品なんだなと思って、だから、うん、いつも僕はそういう作品を作るときになんか 今どうなんだってことをなんか考えてしまうんですけど、まあ、なんか今までしょうもないことにこだわってたからっていうふうに思ったりも、うん、ちょっとしますね、うん、難しいところなんですけど。細見さんは出演してどうですか？周りの皆さんはハードボルトで苦労してたんですけど、はい、僕はひたすらいつも通りやってた。いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ、ね。だって男前キャラやったじゃないですか。ね、そうそう、モテる。モテる細見。モテる細見。モテる細見。細見さん的にはもう、俺を全力でやったと。俺を全力でやったっていう。あの細見さんはどういや、僕はね、一応まあ、細見君は別の役を想定して書いてたんだけど、まあ、チャシ君がああいう形にして、キャッティングは、うん、これはこれで面白いのかなと。ただこの人銀行員だろうなと。だってその何、一応三井住友銀行のイメージで、うん、はい、それも超エリートなんだよね、はい、あれだってあのカナダのどっかに、はい、トロント行ってます。トロント帰り、トロント帰り風じゃないですもんね。ダメだし見て。なんやそれ。それあったけど、まあでもそんなことはね、見ていたらどうでもよくなるんだよね、そんな設定は。だから、芝居はまあ面白ければね、そんな細かいことなんかどうでもよくなるんですよ。うん、次、今回の公演は3度目の共同作業ということで。まあ、この曲は、まあ、まあ、東日本大震災の後に家族劇を書いたらどんなものになるかなっていうことを確かめたくて書いた。そういう記憶です。まあ、最初はですね。ただまあ、書き上がった時は、書き上がってしまえば、別にそのきっかけみたいなことは、まあ、多分あんまり関係ないような、また別のその枠組みの作品だったと思うんですけど。でまあ、今回またその上映していただくさ、別にその辺のことは別に、あまりなんか、こういう時はもう、自分の手を離れた作品なんで、まあ、全然好きなようにやってもらえればなと思ってますけど。読んでみてどう思われましたか？いや、あのね、まあ、芝居を見てるんだよね、あの前にやったやつを、はい、それは相当面白いなと思ったんです、やっぱり。で、その芝居を見た面白さに比べると、本は物足りないなと正直思ったんですね。だから、まあ、少し書き直してはもらったんだけど、読み物としての戯曲と、上演台本としての、まあ、戯曲は全然違うんだなと思って、だから読み物としては物足りないなと思ったんだけど、こうやってまあ毎日こう演出してみると面白い。やっぱり構造的にいろんなこう、まあ愛者さん大変だと思うけど、同じセリフで始まるでしょ。それがいくつもあるでしょ。そういうのが面白い。演出していてね、何を同じ、どこを同じにしてどこを違いを際立たせる出せるのかみたいなところが、演出の違いがあるから面白い本だなと改めて思ってますけどね、はい、基本的にこのお芝居に限らず、その初めから終わりまでいかにそのサスペンス風な時間を作るかしか興味がないので、だから観客が次どうなるんだろうっていうふうに、いかに観客をそういうふうに引っ張るのかって、そのためにはどうしたらいいのかしか考えてないので、その中ではもちろんその記憶が提示しているあのお話は面白いに越したことはないんだけど、100人いたら100人が違う面白さを見つけてもらえるようなお芝居がいいなと思ってるんですけどね。だからまあ作家の思いは思いとしてね、申し訳ないけど、私はそんなことはどうでもいいんですよ。細見さんはやっててどうですか？その前回も同じ役をされ、初演の時も同じ役をされてて、でも演出は違うじゃないですか。前回はね、そんなにね、僕ね、羽ばたいてなかった。正直なところ。それは、細見さんの役がですか？細見さんがですか？僕自身がね、羽ばたいてなかった。っていうのは、まあまあ正直なかなか難産な戯曲やったので、あ、まあ
初見で見た時の、まあ、基本的な動作で、まあ、作ったというか、うん、ちょっと遊びを入れてしまうと、僕いつも皆さんを戸惑わしてしまうのでそこはちょっと抑えてあのね、細身ちょっと抑え僕なりに抑えた前回の公演だったの で、はい、で今回はもうたっぷり2ヶ月間あるので、はい、まあ好きなようにさせていただけるというのが僕覚えてるんですけど、竹内さんが細身さんに、はい、もっといろんな PP が聞きたいなって言った時に細身さんの、ね、メロ色が変わった瞬間的に、それ僕覚えてます。だろうっていう土田さんは初演と明確に、まあ、稽古途中ですけど違うところとかっていうのは、例えば一つはそのなんとか登場人物がなんかね、少しずつね、だんだ なんか危ないやつとかやばいやつに変わっていってるなっていう感触はあって、まあ、僕はどうしてもそのついうっかりその登場人物として小市民的な人とか、あの心優しい人とか人に嫌われたくない人とかをうっかり描いてしまったり、多分あの演じてる人もついうっかりその、あの市民、小市民的な人を演じてしまうんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、竹内さんはそのことに関して多分物足りないっていう考えたらっしゃると思うんですよ。危ない人たちがいっぱい出てくる作品に なるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、これからすごい楽しみにしてます。人いろんな変わるし、あの表に出してる顔は一つの、あのいくつかある顔の一つしかないからね、うん、だからそういう意味じゃいろんな一人の人間がいろんな場に応じていろんな顔が見られたらそっちの方が面白いね。それはそうだよね。だってみんな今映ってる顔と別の顔をいっぱい持ってるもんね、うん、なんかさ、この人うち帰るお父さんでしょこれ。そうですね、お家帰るね。サンジのパパでございます。照明の当て方でみんな顔が変わるっていう風になったらいいなと。最後にですね、アピールがあれば。それはやっぱり竹内さんの最後。お芝居は結局観客は、まあ、今度だったら100分ぐらいだと思うんですけどね、上演時間は。ずっとその私が言わせれば椅子に縛り付けられている状態、要するに不当な状態に置かれているんだっていうふうに僕は思ってるので、縛られているよりももっと縛られていたいって観客を思うような、あるいはその縛られていることを忘れてしまうような時間にしたいなと。最初から最後までずっとそのハラハラドキドキするようなお芝居にしたいなと。で、あの鳥はいつか殺されるんじゃないかとか調子に乗ってるけど調子そういうふうになっていうふうに、あいつどうなるんだろうってそれぞれがね、あの観客は好奇心を持って見続けられるようなお芝居にしたいし、まあそうなるのではないかなと。